はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は DTM の一番厄介なギターのミディ入力について少しお話をしたいと思います。画面にあるように今日使うプラグインはリアルギターという音源です。単に音が鳴るだけじゃなくっていろんな高機能にそして自然に入力できるツールが備わっています。ちょっと聞いてみましょう。今はスピードは 95bpm で、制作してみたいと思います。いろんなパターンがあります。主に気を使うのはアルペジオのパターンです。そして、この下のトラックには今 C1 と書かれています。これはギターコードの C で、1というのはローポジション、皆さんがよく使う C の押さえ方のポジションです。1、2、3と上がるごとにポジションがハイポジションになっていきます。はい、じゃあ、これで少し簡単なコードを入力してみましょう。5度圏と呼ばれる音楽理論のコード進行、それをとっても入力しやすくできています。 Am 弾いてみます。次は Dm、 ちょっとセブンスを入れてみましょう。 Dm7一旦 C に戻るか、そうか、G7 で、つなごうと思います。F、Dm7、今度は半小節送りで G7、 ラストは C に戻ってみましょう。はい、これちょっとハイポジションに変えてみます。はい、ここだけがハイポジションを使ってみました。そしてで、じゃあどのパターンでいこうか。はい、一番一般的なアルペジオを入れてみたいと思います。入れるというのは、このパターンをここに、ドラッグドロップするだけです。4小節同じ流れで行ってみましょう。そしてはい、じゃあこれを使ってみましょう。これは2小節でしたね。そしてはい、このようにこれでもう8小節分の入力が可能になりました。聞いてみます。このように弾けましたけれども、少し人間が弾くのと違って
なんとなく、こう、硬いというか、規則的というか、そういうふうになってますので、このプラグインアプリには、ヒューマナイズドという機能があります。人間らしく弾いてみるということですね。特に、今チェックしたところは、ポジションをいろいろ変えてくれて弾くということです。ポジションとは、ギターのホールの近くで弾くのか、ブリッジの近く、いわゆるシャリーンと、高い感じの音を出すのか、そういうのを選択できたりします。それと、あとは、チューニングなんですけれども、チューニングというのは、できたら正しいのがいいんですけれども、ギターという楽器は、フレットの押さえる力とか、押さえるポジションによって若干チューニングが変わってしまう、厄介でもあり、アーティスティックなというか、そういう楽器であるので、それを少しこう変えたりすると、微妙に変化をつけることができます。音の強弱ですね。その音の強弱も強いところと弱いところをこう変化をつけてより人間らしく弾くというような設定もできるようになっています。じゃあ聞いてみましょう。こんな感じで、少しですね、人間が弾くのに近くなりました。それでは、今日のところは、まずは入力の触りを説明しました。これから音色を変えていったり、また応用もやってみたいと思います。それでは、村長でした。ありがとうございます。